ビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。はいさい、10時から全国へ、いえ全世界へ配信中。その名もビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、その2です。はい、今日はですね、収録放送でお届けしております。そうなんです。はい、普段はあの生放送なんですけども、今日ちょっとあの演奏が入りましてね。そうですね、はい、収録でお届けしておりますが、はい、皆さんから収録にもかかわらず、たくさんメールをいただきまして、なんとか放送できております。あんなに告知ギリギリだったのに、ありがとうございます。もう大事な貴重な時間を使って、こんな番組にお付き合いありがとうございます。ありがとうございます。この番組は明日をもっといい日にしようということで、面白くないことは今日で片付けて、いいことはみんなで喜び、明日を快適にしますという番組です。はい、それでは11時台、皆様へ募集しているコーナーを発表してください。よいしょ。11時台募集しているコーナーを発表します。よいしょ。はい、1、電波で打ち系。あなたのことづて受けたまわりますけども、今日は来ていないみたいなので、そのままなんかリューティーからあったかな。あ、17かな。なんか、ね、ご案内しましょうね。ね、それにしましょうね。そして2、メールボックス。今日のテーマはダイブ2。だいぶ痛い2、はい、痛いの漢字の方です。そう、2の方じゃないね、2の方ね。あ、はい、痛いの方ね。はい、そして3、ブラックガラサ日ガラサ。以上、この3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思います。メールアドレスは ryuty@fmginowan.com、 ryuty@fmginowan.com。 ツイッターでのつぶやきにはハッシュタグリューティーをつけてご参加ください。はい、今日はあの収録ですので、もうメールはいただいてるんですけども、そう、ハッシュタグも見れないんですけども、そうなんですよ。来週からまた生放送なので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかみんなとツイキャスとかで絡んでないと、なんかね、変な感じする。今までみんなとなんか一応やり取りできていたからね。ああ、そうだね。なんかその分聞いてくれてるかなっていう思いがね。そうなのよ、また日にちも違うし、流れる日も、これちゃんと皆さん聞いてくれてんのかな。どうなんでしょうか。う、聞いてくれてなかったらなんかもう、どうする、いじける、いじけてる、いじける。5分間何も喋らない。あ、すいません、できないんですけど、どうしたらいいでしょうか。やり方を教えていただいて。無理がありました。黙り方を教えていただければ。じゃあ大事なやつを、あ、大事なやつですね、お願いしましょうかね。はい、大事なやついきますよ。この番組は聞くえおばあから続く手作り味噌、味噌シフォンケーキも最高、畑の中の小さなお店、菊味噌加工所夢工房の提供でお届けいたします。それではですね、一曲お届けしてから、どんどん番組を進めていこうと思います。はい、久々にこの曲、どうだ、なんだ、ワーヌ片身ドクルチ三線。
本日3曲目はテルキナタケミニューシングルの中からワーヌカタミドクルチ三振をお届けしております。週末金曜日、皆さんのお昼ご飯は何でしょうか。美味しいお昼ご飯でくんちをつけて、今日もいい日になりますように。それでは11時台ですね。最初のコーナーはこちら。で、打ち系とはお使いするという意味。このコーナーではあなたから何々様へリューティーが電波を通してことづてをするコーナーです。面と向かって言えないことはリューティーにお任せください。喧嘩をして口を聞きたくない、欲しいものがあるけど言えないな、愛の告白など何でもお伝えします。はい、何でもお伝えしますよ。なんですが、今日は収録だし、日賀さとしさんが告知するのをものすごい忘れていて、昨日の収録日の前の日の夕方ぐらいにしかあげなかったもんだから来ておりません。来ておりませんということで、みなみさん、リューティーの中、宣伝ないですか。リューティーはですね、来週からまた毎週火曜日、17ライブするんですよ。よかった、宣伝やった。昨日はね、また別現場があったのでできなかったんですけど、13、20、27の4月の全部の火曜日ですね、残りの全部の火曜日、12時から13時までまた17ライブやります。まだもしアプリ取ってない方とかいらっしゃいましたら、浦島太郎って言ってない、いらっしゃいましたら、なんだった、名前変わるんだよね、きっと。変わる？あ、変わらない。名前？あ、変わらないか。え、一応漢字からひらがなにさとしは直したけど。じゃないか。キャッチネームみたいなのが変わるんだった。キャッチネーム？キャッチネームって何？初めて聞く言葉だけど。キャッチネーム。キャッチコピーとかじゃなくて、キャッチネーム。キャッチコピーかな。一回誰か名前投げたんだね。でキャッチしたんだね。そうだね。なんか変わるって言ってた気がした。あれ？じゃないか。たけちゃんがなんか言ってんかったっけ？なんか変更しようみたいな。ああ、なんかプロフィールの中、プロフィールの話ね。でも、まあ、とりあえずやります。RYUTY アンダーバーサートシ、ひらがなでサートシでやってますので、検索よろしくお願いします。お願いします。もうなんか1週間以上空いたからだいぶやってない気がする。17ね、なんかね、まあ、でもちょっとずつちょっとずつ沖縄も動いては来ているので、なんかそんな感じするよね。なんかでも増えてるらしいけど、まあね、どうなんだろうね。今時短営業みたいな感じにはなってるけど、どうなんでしょうか。どうなんでしょう、このままもうちょっと落ち着いてもらわないと、さすがに本当に、困っております。困っております。ウイルスさん困っております。じゃあ一回 CM 行きましょうかね。あ、そうしましょう。大丈夫でしょう。まあ、あと私この前ね、夢工房さん行ってシフォンケーキのあのオクラシフォン食べたわけ。美味しそう。美味しかった。オクラシフォン。オクラシフォン。オクラが入ってるの。オクラが入ってんの。そうだよね、オクラが入ってないのにオクラシフォンとは言わないもんね。うん、美味しかったよ。オクラさんが作ってないと。いや、オクラさんは作ってないけど、オクラシフォン美味しかったよ、皆さん。ちょっと行ってみてください。菊味噌加工所夢工房、配送も行ってますよ。あら、ぜひ注文してみてね。はい、それでは一旦 CM です。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工所夢工房。
味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房。木のまま木のまま、うん、リューティーのメールボックス3番。それではメールボックス3番覗いていきましょう。はい、本日のテーマは大仏。大仏痛い。先ほどは、出費が痛い話、出費が痛い話と怪我して痛い話、痛い、どっちもだいぶ痛かったけどね。痛かったね。最上級に痛い2つの話でしたけど、痛かった。なんかある、ひごちゃん痛いね。痛い話。あ、まあこんなお昼時に行っていいのか分からないんですけど、自分辛いラーメンが大好きなんですよ。あ、うんうん、まあ、次の日は痛い。会いたいですね。あ、なるほどね。まあ、お昼からどことは言えないですけど。あ、じゃあ察しましょう。皆さん察しましょうね。トイレに入るのもだいぶ痛い。あ、察しました。これがなんかすごい話なんですけど。なんですか？食べてからさ、うん、次の日だったら分かる、うん、まあまあ消化もしたんでしょう、うんうん、消化もしてだからだけどちょっと辛いよって、うん、サトシ辛いよって大丈夫かって、うん、大丈夫か、うんうん、次の日だったら分かりますよ、うん、食べてすぐ痛い時があるんですよ。あ、そうなの。あれはどっちだろうね、痛んでたのか。あ、だから家で作るからさ、うん、あ、なるほどね、家で作ったりするから。あ、そういうこと。例えば野菜が傷んでたのか。いや、なんかお店が作る辛いと種類が違うんじゃない、もしかして。あ、そうなのかな、わかんないですけど。辛くしないんで、うちは。でしょうね、でしょうね。うちは辛くしないので、ちょっと状況がね、あの辛いのを外でね食べて友達が次の日お尻を押さえてるの見たことありますよ、うん、でもちょっとわからないんですよね。もう本当にこれはじゃあ経験ないと思う、うん、ないです。もうさ、すごい、もうすごいわけ。とりあえず顔色悪くなって冷や汗かいてるのをよう見ますね。なんて言えばいいんだろう、なんかこうバッターボックスに立ってさ、はいはい、バッターボックスに立って、はい、足を踏ん張らないといけないから、うん、ちょっとお尻をキュッてやるじゃない、うん、やるね、引き締めるじゃない、うん、ちょっと中腰みたいな、うん、こうガッともう力を入れて引き締める感じがあるじゃない、うん、あの状態じゃないとトイレから立ち上がれないですね。やばい。なんかこう、わかるかな、わかるかな、これはなんかやばいですね。で、なんかあの全身の力をそこに集中しないといけないんですよ。これ痛いのお腹なんですか？お腹が痛い。お腹が痛いのを全部出した後そこが痛いから、でそこをねギュッと、まあ、引き締めてギュッとしてやっとトイレから立ち上がる。でも立ち上がる時に、うん、なんかもう抑えながら立ち上がるじゃない、うん、だから、まあ、要はだから皆さん想像してほしいんですけど、はいはい、もう座ってますね。そこでギュッ、もう痛いから力入れますよね、うん、もう痛いから終わったかどうかも分からないんですよ、うん、あ、そうなんだ、うん、もう用を足したのか、うん、足し終わったのか、まだ足し残ってるのか、別の神経がおかしくなってる。わからないけど、どこの神経がおかしくなってるのかわからない、うん、もうわからないです。なんかとりあえず、うん、もうまあ結構時間経ったからもう立とうかなと、もういいかなと、全身の力をねこう引き締めてその一点に集中して立つんですよ。そしたら、うん、こうなるじゃないですか。想像してほしいんですけど、あ、まあ、皆さんには見えてないけどね、あのね、マトリックスでね弾を避ける寸前ぐらいの格好でしか立ち上がらない、最初のね体勢ね。そうそうそう、もうこのままこのままトイレから出るのがきついんです。出かけらんない、出かけらんない。いや、まあ、あれなんとかならないかなっていう。これに関しては、まあ、食べたからですよ、まあ、なんでそんなこと食べたからですよね。いや、そんなこと言ったらもう、ね、何も食べられなくなるから。そんなことないよ。そんなことないよ。辛くない料理いっぱいあるよ。いや、だってそれで成り立ってんだから。おいしいんだって。そうなんだ、わかんない、辛いしかわかんないのよ。口が痛い、あのなんかさ、うん、お腹が痛くなる前に私はもう口が痛くて口に運べないわけ、この辛いの。なんかなんでみんなあんなパクパクいけるのか謎でしょうがない。いや、やっぱベロも痛い、うん、いや、わかるよ、痛い。なんで運べるの、お口に。いや、やっぱりね、うん、このなんて言うんだろう、刺激、美味しさじゃなかった。いや、美味しさじゃない、このなんて言うんだろう、
日々の暮らしに刺激が欲しい。刺激ないんかーい。なんか求めて、なんか人間の本能で求めてるんだろうね。そうなんだね。もう全然大丈夫。なんか刺激を求めてないってことは、うん、なんかなんていうの、温和な性格というか。いや、うん、刺激あります、周り。ありすぎて。お家のガラスに落書きされてたりとか。あるね、うん。ありますよ。うん。あ、じゃあそれはそういう刺激があったらカラーさん求めないと思う。あ、そうなの。うん、あ、じゃあだってお風呂場入ろうとしたらヌルヌルしてて、うん、リンスが床に塗られてたりとか。が床に塗られてる、うん、なんでこんな端っこまでヌルヌルが行くと思って、リンス流した後じゃないぞこのヌルヌル。転ぶそこからの痛い話だよね。そういう刺激が毎日ありますから、うん、じゃあ辛いさはいらないです。いらないです全然大丈夫、うん、大丈夫です。じゃあみんなの聞いていきましょうか。聞いていきましょうね。この方、日賀さん、たけちゃん、みなみ、ビューティーファミリーの皆さん、おはようございます。収録放送頑張ってちょ。あ、ビューティーファミリー1058番埼玉のゴーです。ゴーです。あ、だんだん似てきたね。似てきたかな。胸みがもうさ、なんかゴーさんの顔が、埼玉のゴーさんじゃないよ、ヒロミゴーのゴーさんがなんか遠くにどんどん行ってる気がする。そう、ちょっと一回似てきてると思う。一回検索して本物見ます。え、だいぶ似てきてると思う。それか埼玉のゴーさん本人がゴーですって言ってのを送ってもらうか、確かですね。まあでも、うん、まあ、自分がやってるのは最近の郷さんじゃないですからね。あ、昔の80年代の、ね、80年。じゃあもっと声高かったと思います。郷です。そんなに言っちゃった。じゃあいきますよ。この放送が流れている時は週末、このメッセージを送っているのは火曜日、うん、あー早く週末にならんかな。そんなに相当毎週末のあの泡盛を楽しみにしてるよ、郷さん。あ、そうだね、お酒飲むのを楽しみにしてる。そんな埼玉の郷にうってつけのメールボックスのテーマのだいぶ痛い話。中学生の時、足の親指が巻き爪になってしまい、あ、どうにか自分で痛みを改善できないかと模索している中、なぜか先の尖ったシャープペンを手にして、何するつもり、巻き爪を取ろうとしました。え、このなんかひん曲がってるのを広げ落としたってこと。痛い、よく自分でできるね。おかげさまで左足の、あ、左、左右の足の親指が巻き爪になってしまいまして、両方になったってこと、なっちゃったってこと。右足の巻き爪が取り終わり、左足の巻き爪を取っている最中、シャープペンの先の尖った部分が結合部の、びっくりした、血にっていう、だから結合部、ひらがな読んでる今ちゃんと、結合部、ひらがな読んでる、結、多分この巻いてるのがこう皮膚と当たってるとこってことじゃない、あ、はいはいはい、かな、くっついてるところね、うん、のプラスチックのところで折れてしまい、プラスチックのところ、あ、シャープペンの結合部、シャープペンの結合部、結防具、結の防具です。お尻を大事にしましょう。言い直しても言えなかった。結合部、言いづらいね、のことね、シャープペンのこのつながってるとこってことね、うんうんうん、のプラスチックのところで折れてしまい、うん、巻き爪と一緒に入り込んでしまいました。痛い、もう何やってるの、何やってるの、取れないでしょ、もう痛いし取れないし、親父に話したら大爆笑してましたって。これどうやって取ったの。翌日、うん、すぐに皮膚科に連れて行ってもらい、うん、巻き爪を直すのは爪を切らなくてはならないと、うん、足の指に麻酔を打ち、痛い、爪半分を剥がす羽目に。みんな痛いな、もう。マジ。その時シャープペンの先も取ってもらいました。そりゃね、残したらね。思い出なんでそれだけ残しといてください。言わない、いやいや言わないよね。皮膚科の先生に怒られましたよ。それはね皮膚科に来なさいってなるよね、それはね。リューティーの皆さんもファミリーの皆さんも巻き爪は甘く見たらいかんぜよ。ではでは、まったやー。巻き爪なったことないわけよ。巻き爪ってどうなっ
んか巻くんでしょ、この端っこが。端っこが巻いて皮膚に刺さるってこと、うん、だと思ってるけど。 だから痛いんだよね、うん、刺さってるからね。刺さってるからね。それをどうやってシャープペンで取るの？これをこうグイグイやってたってこと？この取るってどういうこと？シャープペンで取るってどういうことだろうね。巻き爪、巻き爪をシャープペンで取るってどういうこと？どういうこと？ゴーさんどういうこと？これ広げるって意味なのかなと思ったけど。広げるって言うんだったら指とかの方がいいんじゃない？指で広げるっていうとかが、いや、広げるんだったらよ。広げるんだったらね。シャープペンで、でなんで取ろうと思ったんだろうね。どういうことなんだ、巻き爪どういう状態だからシャープペンでいけると思ったんだろうね。なんかパッと想像してだよ、うん、パッと想像して想像して、うん、想像してシャープペンが明らかに負ける気がするわけよ。弱い気がする、まあ 爪だからね、爪より、うん、なぜシャーペンで取ろうと思ったんでしょう なんか取るっていうのがよく分かってないんですけど、巻いてるもの取るどういうことどういうことなんだろうね。なったことがないからな。まあでも相当痛いね。爪全部剥がさないと治らないの。痛い、剥がすんだね。え、逆に剥がしたら治るの、ね、再生していくさ、爪って。それで治るってこと？それで治るってこと。へえ、知らんかった。あ、ちょっと難しい。いや、難しい。ちょっと来週はあの皮膚科の先生もゲストにお迎えしてそう詳しくね、ちょっとあの巻き爪について、うん、詳しく。そうそう、あとこの指を切ったらなんで、あの直接注射するよりは麻酔液を垂らした方がいいのかとか聞いてみます。専門家の方を交えてゲストに入れるとアクセス数伸びるからね。あ、そうなのそれ狙いかーいってなるからねいや、貢献してますから、巻き爪、全国の巻き爪の方に。巻き爪初めて聞いたんだけどこうやったら治るんだっていう情報をね、まあね、提供できるということだ。まあ確かにね、ちゃんとしたラジオ放送みたいな感じじゃない。絶対シャープペンはいかんですよって話。シャープペンはいかん、まあ、せめてペンだよねてか爪切りでなんか切れないのかな、その部分。あ、どうなんだろう、分からん、全然分からないや。シャープペンでは なかったよね。なかったよね、これゴーさんじゃなかったよねということで埼玉のゴーさんにはい、ありがとうございます。あ、こいついこうかな。あ、こいついける。じゃあこの方、たけちゃん、ひがちゃん、みなみちゃん、そしてリューティーファミリーの皆さん、おはようございます。兵庫のシーサーです。今回のテーマ、大仏ということですが、うちの娘がまだ小さい時のことです。多分上の娘が1歳半ぐらいの時に、うちの嫁が車の助手席に子供を乗せて走っていて、急ブレーキをかけた時、シートベルトをしていなかった娘は前に飛んで、フロントガラスに思いっきり頭をぶつけて大泣きしたこととか。いや、みーさん、みーさんやりそうだよ、本当にこういう危なっかしいこと。危ない。だっかりで、下の娘の時も自転車で子供を2人乗せていた嫁は、ね、もうちょっと危ない気しかしない、ね、もうちょっと危ない気しかしない。まあ6人までは大丈夫っていう感じでしたね。みーさんの故郷はってこと？いやいや、違う違う、どこかの国で見たことある6人7人あるよ。だからタイらへんでしょ。あ、タイとかね。みーさんタイの人にも見えるから前の、ま、あ、前に下の娘、後ろに上の娘を乗せて買い物に行ってました。下の娘が1歳ぐらいのある日、買い物して帰る時に自転車のスタンドを立てて、前のハンドルのところにある座席に下の娘を座らせた時に、自転車がそのまま倒れてしまったのです。怖、乗ったまま、乗ったままってことでしょ。うん、周りにいた知らない人たちが子供を心配して大丈夫と駆け寄ってきたぐらいでした、うんうんうん、もし頭を地面にぶつけていたら大事でした。でも子供は何が起こったのかわからなく、倒れたままキョトンとしていました。痛くはなかったのかな。あ、よかった、大泣きしなかったんだね、うん、
ちの娘たちはあの嫁にだいぶ痛い目に遭わされてきています。いいでしょうね。シーサーさん含めいや私もちょっと怪しいな。兄さんと同じようなこと。いやだろうな。当の本人たちはよく覚えてないみたいですけどねって。あ、娘さんたちは実際お風呂にリンス巻いたの自分じゃじゃないの。じゃないの。絶対ミラなんですあれは。いや分かるの。見てないでしょ。見てない。いや疑うのは良くない。え、塗ってないよ。いやこぼしたかもしれない自分でね。あ、そういうことか。かかとに引っ掛けてね。あ、そういうことか。真相は定かではない。でもこのさ、あのこの車からあの娘たちを抱っこして降ろす時とか、うん、何回かあります。この車の上にガツンって頭をぶつけて痛い寝てるから起きないんですけど全然。いや起きない。いや頭が強いんだね。頭強いね。あ、ごめんってなりながらとか。でもあれありますよ、うん、あの自転車をね、はい、2人乗りしてて小学校の時に、うん、なんか小学生ってさスピードに憧れる。はいはい、出すよね坂道とかね、うん、まあ坂道ではなかったからよかったんですけど、うん、この急カーブがあったんですよ。わお。その急カーブをね、まあ、友達が前で運転してて、うん、自分は後ろの座席、後ろ座席っていうか荷物置きみたいな、荷物置き、網のとこね、網のとこ、うんうん、自転車のね後ろに乗ってたんですよ、うん、でこのカーブをなんていうの、バイクの人たちがさ急カーブを曲がるときにめっちゃ横に倒すじゃん、ね、斜めにするじゃん、うん、あれを2人でやろうぜっつって。いや危ない匂いしかしないんだけど、とても違う、とても危ない匂いしかしない。あれを2人でやろうぜっつって。あ、いいな。あれだったらスピード出るから。いやいや、あれはスピードが、要はあれはスピードが出てるから斜めにしないと曲がれないわけで。そう、あのなんていうの、う遅いやつが斜めにしたらただ斜めにしただけなんだよ。ただ横に倒れるだけじゃない。それをね、うん、2人でやろうです。あ、で、うん、斜めにする勇気が、うん、友達より自分の方があったんだよね。なるほどね。でバーって走ってるじゃない。で急カーブに来ました。ぐわーって2人で一緒に斜めにしたんですよ、うん、でその友達よりも自分の方が斜めにする勇気があったもんだから、あったもんだから後ろの方が倒れてることね。そう、うん、その状態じゃない、うん、で気づいたら自分だけ道路に落ちて一人だけ友達走っていっちゃったの。ただ単に落ちただけじゃん。ただ単に一人が急に自転車の後ろに乗ってるやつが一人急に横に倒れただけなの。ポトって落ちてそのまま走っていく。全然自転車斜めにならずに曲がりきれたの。いやそれバイクの、しかもレーサー用のやつのバイクの話じゃん。横になってんの。普通のママチャリでやりましたから。いやで普通にじゃあひがちゃんが落ちただけってことですね。そう、自分もあの時同じ顔してたよ。キョトンとしてた。ミサたちのあれ、うん、シーサさんの娘さんと一緒ですね。全くあれと思う。あれ自転車乗ってなかったっけ。道路にドスってなってるけど、ね、ただ倒れただけなんです。あ、面白い。こういうこともあるんですね。気をつけましょうね、うん、皆さん、うまくですね、うん、気をつけましょう。ということで兵庫のシーサーさんに、はい、処方箋出しておきます。処方箋何の、ミーさんに聞くやつ。じゃあ一回ちょっと短い CM 挟みましょうかね。はい、それでは一旦こちらユッキーの今日はいい日、明日はもっといい日。私たちはギターと三振の3人組、県内外で音楽活動しています。この番組を聞けば今日も明日ももっと快適になるはずよ。毎週金曜朝10時から2時間、うちしみシェーリリー。今日はいい日、明日はもっといい日、その2。リューティーの日賀聡と南がパソコンやスマホなら全国で聞ける FM 宜野湾から収録放送でお届けしております。さあ収録なのに、えい、あの方来てくれてるんでしょうかね。いや来てくれてるんじゃない。収録なのに、だって昨日書いちゃったんでしょ。昨日書いちゃったって聞いたから。なんかいつもブラックガラサーのコーナー、うん、最近メールが少ないから、うん、もうちょっとあのさらーっとみんなに気づかれないようにさらーっとなくしていこうかなと思ったけど、うん、来てメールが来てるし、まあ、来てます、来てます、もう、うん、来てますよ。3通。こんな日に限って。いや思いっきり
3通来ます。行きますか。行きましょうよ。それではこちらのコーナー、このコーナーでは日柄沢様が何だったっけね、何かを闇に葬るコーナーです。あ、不平不満を募集し、それ闇に、皆さんの不平不満を闇に葬るコーナーです。よっしゃ、 OK 今日はあの旧シート、別の旧シート紙を持ってきてますので、あのこちらに書かれてるのはチムキュンのやつだったんですよね。今記憶の中の日柄沢様のあの呼び込みをですね思い出したつもり。それなのに彼は来てくれてるんでしょうかね。来てくれてるのかな、うん、呼んでみますか。呼んでみますか。 OK 行こう行こう。それでは日柄沢さん、皆さん呼び込みます呼び込みますよ。今巻き爪した巻き爪した巻き爪した、痛かった。 OK 日柄沢さん、さあさま降臨。くれてんのかな。まあ急な出来事ですから、昨日言うっていうね、日柄沢様もびっくりして慌てて飛んできたんじゃないかなと思うんですけども、ああら来てくれてる。おはよう。あ、おはようございます。間に合いましたね。いや今日はなんかあれか、なんですか、なんでみんなツイキャスとかないのか。今日ですねないんです、日柄沢様すいませんね。これは何、これ収録っていうやつか、うん、ちょっと狭いでしょ。狭いな、うんうん、だからちょっと一瞬ドアも閉めてるから日柄沢様気づかないかなと思ったけど、うん、なんかちょっと閉塞感があるな。うん、あるでしょ、うん、うん。これはもうあれなのか、みんなと生では絡めないのか。絡めないんです、申し訳ない。それよ、なんでこれ、うん、なんで私は、うん、来週って聞いてたよ。あ、来週だったんですよ。うん、うん、ちょっとそれは苦情は日賀ちゃんに言ってもらっていいですかね。あ、ダメよな、来週って聞いてたから私はもう、ちゃんとスーツも用意してからよ、うん、姿に映るってから、うん、あ、当たり前じゃん、人前に出るのにもよ、ここはもう、クリーニングにも出してからよ。クリーニングも出してる、見てごらん、もう、いきなり言われたもんだから私もう裸できてるよ。首から下見えないですよ、うん、裸だからだよ。あ、だからか、スーツ着たら見えるんですね。裸だからか早口言葉みたいね。いや私はこうなって来てるのに、メールは来てるのか。私は来週って聞いてたよ。まあいつもね来ないじゃないですか、なんか日柄沢様は来てるけどメールは来ないじゃないですか。そんなことないよ、人気コーナーって聞いてるよ私は。あ、そうでした。FM ギノワの山内社長にも私は大人気コーナーって聞いてるけどね。 あ、そうなんでした。あ、これ内緒だったんかな。どういうことかね、これ内緒だったかな。あ、はい、しゃべよ。ラジオがスタートするときにだいたい届いてなくて、今日届いてないから日柄沢様に帰ってもらおうかねって言ったら慌ててメールが来るわけ。あれちょっとなんか話が違うな。あ、バラしちゃった。あ、バラしちゃったかな。まあいいか。でも日柄沢様安心して、今日は3通来てるから。いや、あ、来てるじゃないよ。あげればよ。ねえねえ、あげる。まあまあまあ、じゃあ9通の年収聞いてみようかな。うん、いいですかね。じゃあ1つ目から。日柄沢様、本日も美白でございますね。いや、すごい、見えてないのに。わかるかね。今日見てない。映像見てない。ちゃんとケアしてますからね。ここまでの美白は、日柄沢様か、鈴木園子さんしかいませんね。園ちゃんに教えてない私だよ。園ちゃんもそちらの国にいますか、もしかして。園ちゃんに私が教えたのか、この白さんに、この白くする方法を園ちゃんに教えたのは私なんで。そうなんだ。そう、生きてる間はすごい塗ってるプラスのライトで白くなられてたじゃないですか、で今天国に行かれてますので、天国では地の白姿ってことでよろしいですか。あ、いい、そうだよ。あ、そうなんですね。なんかテレビに映ってた時よりも今は白いよ。あ、そうなの、あ、逆に見てみたいさ。そうだよ、もうね、白すぎて、もう白すぎてなんかね、
白ってみんながイメージしている白よりも白い。どういうこと？なんか白、あの白よりも白い。どういうことかな。ちょっと青いのかな。なんかあれでさ、白すぎて白っていう色があるとするならば、それよりもさらに白い。わからないな、伝わらないな。あ、行き過ぎてちょっと黒い。あ、じゃあ黒いんだよ。どっちだよ、どっちなんだよ。あ、あたす埼玉のゴーですって。ゴーです。あ、日柄沢様もできるんだ。ゴーです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 。やっぱちょっとごついんだね、日柄沢様がやるとね。日柄沢様にだけ超不平不満を教えます。あれ、なんかね、家庭菜園で育てているネギが芽が出てきたのに、日曜日からの寒さでしおれてしまった。寒いの早く北上してくれ。夏カモンカモン、寒さグッバイ。あげちゃみよ、まだじゃ寒いのか。ちょっと急に寒くなるみたいね。だって日柄ささんも沖縄もちょっと冷えたりするさ。まあね、いや私はよ、みんなが寒さとか暑さとかを皮膚で感じているらしいけれども、感じてますよ。私はその皮膚を脱いでしまってるもんだからね。あ、そうか。あんまりわからないね、寒いとか暑いとかね。そうなんだ、うん、あ、こういうのは感じないんですね。あ、感じないよ。もうここまで来たら私クラスになると感じないよ。あ、そうだ、クラスが近かったよ。だからどうします。でもゴーさん、まったやーって去ってったので切り裂いてほしいわけではなかったんかな。聞いてほしかった。ただ聞いてほしかっただけなんかな。聞いてほしかっただけなんか自分で結構解決し、夏カモン、寒さグッバイ、またやーって去ってって。天気がいいね、天気がいいね。なんか一人で解決してるから。オッケー、じゃあいいよ、もうじゃあ次のやつ行こうか。じゃあ次行こうね。はい、次この方、日柄さん様、みなみちゃん、はい、リスナーの皆さん、ハイタイ。おいそい。いたずら女王エマだよ。エマさん。不思議な出来事でした。不思議な出来事でもいいよ。あ、いいんだ。もう不思議な出来事のあれで送ってきてます、エマさんね。聞いてみようかね、うん。ありますよ。それは朝7時にいきなり何回もインターホンが鳴り。めちゃくちゃびっくりしたのですが、オートロックなのでモニターから確認すると、見ず知らずの人が、怖いな怖いなと思いながらも、私の眠りを妨げられた怒りが増して、インターホン越しに、てめえ何時だと思ってんだよ、朝っぱからうっせえなって言うと、相手の方は恐怖を感じたみたいで、すいませんすいませんって謝罪して帰っていかれました。私を怒らせたらこんな感じになるのでご注意ください。ミックスしてる、ミックスしてる、アミックスしてる。おお、まだ続いた。おお、まだ続いた。そして、ああ、続いた、続いた。白よりも白。ちょっと気に入ってる。これ日柄沢様、ちょっと私ね、なんか聞いた話だなと思って、うん、今日付を見たんですね、このメールの。うんうんうん、なんと。2020年もう聞いた覚えあるし読んだ覚えがあるんだけどなと思ったんです、うん、見ましたよ日付ね、うんうん、2020年12月18日のメールでした。どういうことかね。あれ、なんかあれ、これ何かじゃ間違いだったのかね。混ざってきたのかな。待ってよ、もう一つ見てごらん。あれの、まず日付から見てごらん。どれ、もう一つ、これ、うん、2021年4月7日です。これも新しいのか。うん、あ、うん、あ、このメールのですね、上のこっちを見ると2021年4月7日なってますけど、う
ここを見るとこの2020年になってますね。あら、どういうことなんでしょうか。不思議だね、不思議だね、怖いね、怖いね、怖いね、これはどういうことなんでしょうかね。皆さん、ご注意ください。後ろに誰かが立っているかもしれない。大丈夫、私は大丈夫でした。私は大丈夫です。ほとんど志村けんのおばあちゃんみたいになってるから。ひーちゃん、ひーちゃんね。うんだよね。そうね。今日あの映像がないからひーちゃんかなってみんな思ってくるね。ひとみばあさんかなって思ってくる。もうもう何言ってるか分かんなくなってきたね。じゃあもう一ついっていいですか。おはようございます。八王子ウチナーハーフの嫁です。日柄さんさん、不平不満と言ったらこれしかないでしょ。なんだなんだ、こらーコロナー、いつになったら収束するの。もうさ、沖縄行きたいの我慢するの限界なんですけど、親戚のみんなにも会いたいし、おばあやおじいにいろいろ報告するのにお墓も行きたいし、沖縄そば食べたいし、ザマミの海で泳ぎたいし、あ、ぜひね、ザマミは南も行きたく一緒に行こうね。五十嵐さんのお願いしますよ。このコロナをめっためったにぶった切ってください。そして安心していつの日か沖縄に訪れることができますように。うーとーとー、うち嫁より、ま、任せろ。あ、これは切ってもらいましょう。いくぞ、これ切ってください。足の身で、足の裏のかかとの身でくにくにしてから、生地でくにくにしてから、してから、してから、一回冷凍、一回凍らせてから、あ、凍らせよ、凍らせよ、そうだね。いい、足の裏、ちょっと、ちょっと、ちょっと、してから。だいぶなんかもう、あの見えた見えた、ヒートアップしてるしまってくれ。ごめんね。凍らしてから足の裏でグリグリしたんでしょ、とりあえずね。うん、見えた姿、石でも潰してから、石でも潰してから、グリグリしてから、石でも潰してから、足の裏のかかとの身でグリグリしてから、死に死にもそれそれでガチガチにしてから、ガチガチにしてから。ごめんね、ヒートアップしてしまった。大丈夫、これでいなくなった。あ、いいじゃね。で、ヒカラさん、全国それをやりて、やって回ってもらっていいですか。大変だろ。全国というか全世界それをやって回ってもらっていいですか。体力が、体力がいるな、体力な、体力いるな。あ、面白い。あ、以上となっております。じゃあ、ね、爽やかな曲が聴きたいな。あ、いいね、なんだろうな、爽やかな。見えづらそうだね、パソコンね、見えづらそう。私もう目がないからよ。すっごい見えづらそう。このコロナを退治してもらおうよ、ごさまるによ。あ、いいですね。踊ってから吹き飛ばそう。曲紹介お願いします。はい、行きましょう。リューティーでごさまる。ごさまる、
味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房。明日はもっといい日、その2。リューティーの日笠俊と南がパソコンやスマホなら全国で聞ける FM 技能1から収録放送でお届けしております、なんだかんだもうあの時間が迫ってるようであっという間だ ねコーナー行きましょうかね。はい、行きましょう。こちらのコーナー、えい、リューティーのメールボックス4番。それではメールボックス4番覗いていきましょう。はい、本日のテーマは大仏。大仏、痛い話。痛い話ですね。行こう、行きましょうか。じゃあこちら、武見先生、東翔、南観光大使、あら、リューティーファミリーの皆さん、はいさーい、はいさい、かなり上がり症のココスケです。ココスケさん、ねえ、ココスケさん、今回のテーマ大仏の話ですが、最近ありましたよ。あ、何？だいぶ痛い話が。あら、それは先日初めて家族以外の人にサンレレを披露する時があったんですよ。怖いね。あ、怖いね。もうなんかその場にいた気がする。あ、そうなの？いた気がするの？それ見てないな、私ね。うん。その人は僕にとっても、僕にとってとっても大事な人で、めちゃくちゃ緊張しました。結果は自分の思うように引けず、緊張で汗をダラダラかいただけでした。汗すごかったね。あんなに練習してきたのに、東師匠もっと頑張りますので、僕を破門にしないでくださいね。いやいや、破門にしない。以上、僕にとってだいぶ痛い話でした。それではまたやん。いや、この前ね、FM ギノワンスタジオには中に入れないんですけど、入れないので、ね、うん、外に待っててくれてからさ、ね、待っててくれたよね。ありがたい。もうあの思ったよりももっと謙虚な方でした。なんか、ね、ココスケさんってすごいなんか、どうもどうもっていうイメージではいたんだけど、うんうん、想像以上だった。そうそうそう。これで、まあ、南さんはあの次の収録があったので、あ、次の、ね、あの生放送ね、生放送、ラジオね、あ、生放送か、ママの仲良くがあったので、そう、もう先に行っちゃったんですけど、泣く泣くもっと話したかったんですけど、泣く泣くちょっと行ったんですけど、いや、あの後にね、うん、サンレレをほらココスケさんやってるから、そう、師匠だもんね、ヒガさんだって、自分もちょうど持ってたから、うん、ちょっと弾いてみてくださいよって言ったんですよ。あー、見たかった。ちょっとそしたらね、いや、まあ、今書いてた通りなんですけど、うん、まあ軽くこうやってパーって弾きながら、もう弾いてる数よりも汗の方がすごかったね。今までそんなに汗かいてなかったのに、急にブワーって汗かいてきて、奥さんが汗汗ってて拭いてあげるっていうね。優しい優しい。微笑ましい光景がね、あったんですよ。いやー、面白い。いや、でも、うん、できてたよ。あ、できてたってよ、ココスケさん。できてた。あの、まずコードの形を覚えてたのがすごいすごいなと思った。すごい、私最近覚えたのにね。あ、ほんと？ハッピーバースデーというを、あ、ハッピーバースデーというね、初めて最近覚えてます。いや、だから、え、もうあと弾くだけだもん、できてたよ。え、できてた、すごい、うん、超すごいじゃん。めっちゃ喉が渇いたらちょっとあの汗ちょっとそしたらもう常に喉を潤わしながら歌えるから。そういうシステムなの。ちょっとしょっぱいでしょ。でもちょっとしょっぱい。あ、全然自分のだもん。あ、元に戻す感じね。リセットリセット、リセットね。でも本当あの時 もう緊張しすぎてね、なんか焦ってなんかもうたどたどしくなって、はもうちょっと何喋ってるか覚えてないんですけどって言ってたもんね。そうそうそう。いや、もうありがとうございます。本当にありがとうございます。沖縄楽しめたかな。ねえ、本当だったらカンナグスクとかあったからね、ライブも本当は見てほしかったし、そうそう、もうもっとおしゃべりもしたかったんだけど、まあ、楽しめたかな沖縄、ね、うん、お土産もありがとうございます。あ、そう、お土産もありがとうございます。喜んでた子供たちが、そうそう、ミニ、あ、ミッキーミニーのデザインの可愛いさ、手洗いポンプが入ってたの。あ、石鹸、石鹸、超可愛い、ミッキーの形で泡が出てくる。
喜んでました。ありがとうございます。ありがとうございます。ココスケさんのかわいい、ありがとうございます。あと1ついけるかな、いみよ、行きましょうか。はい、ひがちゃん、たけちゃん、みなみちゃん、リューティーファミリーの皆さん、ファミリー会員番5021、立川のあまちゃんです。あまちゃん、さてさて、今回のテーマダイブ2についてですが、うん、今回は収録ということでちょっと似たようなテーマに変えてもよかね。なんでよなんでよ。これでもさ、多分あまちゃんさ、うん、多分あまちゃん頭いいよ。自分が告知するの遅いから、いつも、うん、用意してないから全然違うの。あ、なるほどねなるほどね、それで組み合わせてんだ。どうなんだろうね、怪しいな、その可能性あるな。似たようなテーマに変えますね、うん、そう、だいぶ10にしましょう。あ、うな重の10、だいぶ10 重いのやつね、重いです。響きが天重、あ、天丼とかの天重ね、天重に似てますが、天ぷらがたくさん乗っかってるお重のことではありません。じゃないの。それでは問題です、はい、何がだいぶ10なのか、みなみちゃんわかりますか。そうですね、体が重い。おお、はい、答えは簡単。最近のメールでは出してませんでしたが、私の体重が落ちていないのです。あ、当たっちゃった。正解。すごい、あまちゃんだって体重の話ばっかするからなんかよく体重の話するさ、だからそれかな。すごい、そう、だいぶ重い状態が続いています。以前70キロ台にしようと楽天で絶対に減りもしない薬を騙されて購入したりして頑張った時期もありましたが、今のところ84キロを切ったくらいをうろうろしてます。あれですね、いや、ふーですね、私なりに原因を考えてみると、コロナのせい、四国松山出張で美味しいものを食べたせい、それだよ、タイのお刺身、サバの炙り、デパ先、じゃこ天などなど、それそれ美味しかった、お酒でしょ、あとお酒、神さんが美味しい食事を作ってくれたせい、あ、それはいいね、最近手残ったものを作ってくれて頭が下がります、などと原因を挙げてみるといろいろあるのですが、うん、実は本当の原因は違うんですね。何ですか、ひがちゃん、わかりますか。いや、何ですか。性格。性格聞いてみよう、聞いてみよう。はい、そうです、運動不足性格だね。じゃあファミリーの皆さんからお叱りを受けそうなので、そろそろ暖かくなってきたし、ね、運動して2週間で5キロ減と目標を立てて頑張りたいと思います。すごいよ、2週間で本当に頑張ろうと。よかね、いいよ。ということで、運動しないと私の体重が大変なことになってしまうので、これから運動頑張らんといかんね。おー、というお話でした。それでおしまい。まったや、まったや。おまけあるの、間に合う。今エンディングテーマ流れましたけど、おまけ、先週の土曜日のお昼ですが、いつもの立川の波音で密を避けるために道路に面したテラス席のお店の外にあるテーブル席で、お父さん仲間3人でちょっとした飲み会をやりました。ちゃんとコロナ対策をしてね、一人のお父さんはすごいデザイナーで雑誌に載ったりインタビューしてる動画があったりして、祝勝会も兼ねてやりました。すごいでしょ、館長いいんですね。でも何のデザイナーかは秘密です。親父会のエースと言っていいです。もう一人のお父さんはプロ野球の横浜ベイスターズの大ファンで、とても明るくてサックスができて言葉遣いが丁寧で話をよく聞いてくれるほど優しいお父さんで、親父会のナンバー2です。そしてナンバー3の私は、沖縄が好きでウクレレが好きで豚骨ラーメンが好きでリューティーラジオに投稿するのが好きで、親父会のお父さん仲間が好きで、あ、そうそう、私もお酒が大好きで違う靴を間違って履いて帰ってしまうどうしようもない立川のあまちゃんです。でも仲良し3人で久しぶりに会話ができて、とても楽しい時間を過ごせました。リフレッシュですね。あっという間の4時間でしたが楽しかったさ。ということで、テーマから離れた話題でしたがよかね。それではさあさあさあ、おしまい。まったやー。すっごい早口、ほんとすごい、よく噛まないこと。いや、噛んだこと気づいてないだけかもしれない。あ、そういうこと。いやいや、デザイナーさんの、すごいね、すごいね、あまちゃんの。今日もたくさんのメールありがとうございます。読めなかった皆さん、すみません。もう焦ったね、焦ったわ、焦った焦った。いや、収録にもかかわらずこんなにありがとうございます。ありがとうございます。来週は普通にね、うん、生放送で。そうだ、テーマはまだ考えてないです案の定ひふみさんがツイキャスで絡んでもらえないので。そうだね、余計に考えてないです。余計考えてないですまあ、また決め次第すぐにアップします。本当かな、みんな言ってるよ、本当かな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今日もお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、いつものやつ行きましょうか。あ、そうだね。じゃあ、ラジオの向こうの皆さんもよろしくお願いします。せーの、今日はいい日、明日はもっといい日。お相手はみなみーと日笠としでお届けしました。皆様、良い金曜日週末を。またやー、またやー。